平野紫耀、用、優太との合流に合わせにファン興奮。最終結の可能性は自作イラストが仕掛ける、キングプリンスファンの期待と感動の渦。平野氏用自作イラストで岸優太の合流に合わせ、髪方に三日月のタトゥー。ファン考察、最終結。キングプリンスファンの心を踊らせる驚きの展開が起こっています。 9月末にジャニーズ事務所をどころが決まっているキシタのメンバーカラーは紫。そして元キングプリンスオダー渡辺所属の平野市洋が自身のインスタグラムを更新し自作の絵を公開しました。その絵には右肩に三日月が輝くタトゥーが描かれており、これがファンの間で交流に合わせとして話題を巻き起こしています。 平野紫仕様は絵を描くことが趣味であることは以前からファンに話していましたが、今回のインスタグラムの投稿は特別な意味を持っているようです。彼はタブレットで絵を描く暇つぶしにはまっております。と挨拶し、その後に色鮮やかな人魚の後ろ姿をアップ。夏らしいものを描きたいと思いついた人形の絵を公開しました。 この絵にはシンクとターコイズブルーの背景色が使われ、元キングプリンスバーブの活動時の平野のメンバーカラーとシンク神宮寺ユータのカラーが組み合わさっていることが注目されています。そして特に右肩に輝く三日月のタトゥーがファンの興味を引きました。キングプリンス時代の平野仕様のメンバーカラーはシンクであり、シユータのカラーは紫。 つまり、この絵には、騎士ユータのカラーが合わせられているという解釈が SNS 上で拡散され、再集結の可能性に期待が高まっています。ファンのコメント欄には、平野さん、宮司さん、騎士くんカラー、騎士くん合流の匂わせじゃん、という声が飛び交いポ,ポポポ組キングプリンスへの一つのユニット名の再結成を期待する声が多数寄せられています。 さらに、三日月のタトゥーには意味が込められているようで、その意味は、再生、だと言われています。ファンからは、色合いがとても素敵です、といった感動的なコメントも寄せられ、平野仕様の絵に込められた思いにファンが共感していることが伺えます。これらの出来事は、 キングプリンスファンにとって再びメンバーが一堂に会する可能性を示唆しており、多くの人々が興奮と期待に包まれています。岸シユタと平野紫仕様の合流に合わせが本当に最終決につながるのか、それとも単なる従前なのか、今後の動きに目が離せません。キングプリンスへのファンやジャニーズファンなら誰もが心待ちにしている再結成。 平野紫耀が自作のイラストで合流にお汗を仕掛けるなど、彼らの絆を感じさせるエピソードに胸が熱くなります。ファンとしては、これからの展開に期待とワクワクが止まりません。再び彼らが共演する日が訪れることを願いながら、心温まるエピソードを楽しむ日々が続くでしょう。